サスケハッピーバトル第18.5回今回はスペシャルな大会となります、えー、基本ルールは一緒ですが今回なんとあの男が復活しますハーマーファーストクリアは m c サスケファーストクリアは2回を誇りますしかし引退してからなかなかこのサスケに顔を出しませんでしたついに 今回呼び起こしましたハマーハマ m c サスケ復帰への道のり、まず第1戦目はリスペ、さあ、同じジェリーズ、ジェリーズとして戦い続ける最高の同志、リスペ、さあ、そのリスペと1戦目で当たることになりました。リスペは18回大会、準優勝、3、2勝1敗での準優勝という成績を持っております。 さあそのいきなり強敵ーハーマー落ちてしまったジェリーズ副大将ハーマー副大将ここはかないませんでしたさすがジェリーズ管理人ディスペーこれがジェリーズ管理人の力ハーマー惜しくもここ第一戦目落としてしまったさあやはり m c サスケ久々の 復帰ということもありちょっとここは感覚を取り戻せなかったかしかし食らいついてはいましたこのディスペにがみついて意地でもここは離さないという意思を感じましたしかしながら やはりこのサークルサイダーの跳躍ここはテクニックが必要となってきますさあ勢いだけでは越えられないこのサークルサイダーのロイター版ここで、ね、はまれてしまったハーマー1戦目復帰への道のり1戦目はディスペンに敗退という結果になってしまいましたさあ顔を近づけありますハマ残念これが 重入賞の経験者リスペイここは待ってしまいましたさあ今回3回対戦がありますこの18.5回大会さあその2戦目今度出てきたのはこの男王朝 VS ハーマー さあ第6回16回18回王者の称号を持っている王朝さあ第2戦目にして強敵との対戦さあ3回の本戦では3回の優勝経験がある王朝あーっとーハーマーハーマー落ちてしまったこのドームステップス 王女はスッと越えていったが、ハマ、ここジャンプ、あーっとスライムの性質に飲み込まれていってしまいました。王女が勝っていきました。これが3大会連続王者、あーと落ちていますが。ハこんまたしても途中、道中での落下という苦い待ち方になってしまいました。 さあ、ハマ、最後の戦い。今回3回の対戦がある中で最後の戦い、生産カリ VS ハマー。第18回は3位という成績を持っております。青酸カリあ。おっと、ちょっと、ハマ同士が出遅れた。さあ、お互いここは慎重に。どうもステップス、やはり出遅れていただきに、ハマ、ちょっとリードを許されております。さあ。 生産狩りが早く抜けたこのアイアンミズ。やはり生産狩りがリードする展開経験者。3位の経験者があり。立ち合ってここは早い。あっと、サークルサイダー。ハマも落ちましたが。先に落ちていたのは生産狩り。生産狩り、ここで落ちてしまったハマ。初勝利ということになりました。3回目の対戦し、ちょっとここで遅れておりますが。さあ、ラグの影響もありそうですが。 さあ、ハマ、ようやく勝てました、このサスケハッピーバトルエキシビジョンマッチ。ようやくここは勝つことができました。終始、生産狩りにリードされる展開ではありましたが、このアイアンメイズも生産狩りに先に抜けられた。ツインテール・スティーブ・ハマー、ジュリーズ・副大将・ハマー。 ここはリードされていた。しかし、あーっと生産狩り、飛距離が足りなかったか。いや、泳いでいるか。ここは運よく、ハマ、勝利を拾いました。<laughs> 初めて勝ちました、ハマ。サスケ、フッキー、MC サスケ、フッキーへの道のりは、3回やって1勝3敗。一勝2敗。やはりまだ遠いんでしょうか。